はい、ノモーベイです。まさかやっていきたいと思います。はい、発作海保山高校が大幅バップされましたので、まずはこちらから見ていきたいと思います。はい、今回ね、海保山高校で、作れる、まあ、強い選手としましては、トップ下ボランチ、まあ、この2つが、強そうですね。そしてね、イビキャラとしましては、エプロンの奥園あゆで、MVP ゴーダーで、あと有本くん、この3体が、新登場、しているという状態でございまして、哲学一致、哲学完全一致で経験点大幅パワーアップで、ライバルの堀場を倒すと千バルで、新たに超特殊能力のコツを習得できるようにパワーアップ、12月3週までにライバルの堀場を倒すと超特殊能力のコツがパワーアップ、あと告白のイベントの発生率アップということになっております。はい、イビキャラの詳細としましては、はい、こんな感じでございます。センスオブユニティ、まあこれあゆちゃんの、ランクアップ金徳、初出しかな。はい、でこれ金徳何個取れんだ、3つ取れるようになっております。センスオブユニティ、エンジェルパス、団結力、パワーパーフェクトセーブということになっております。まあ、ゴールキーパー金徳も一応取れるようになっているらしいですね。で、技術が大量にゲットできまして、オフェンス、パワー、テクニック、それがそれぞれねプラス2されるようになっております。で、次ゴーダ君、ゴーダ君は新ランクアップ金徳、王者の威圧、大号令、レジスタ、アームキャノン、でこれがランクアップ金徳2個持ちということで、まあゴーダ必ず必要になると思われますね。で、ゴーダ君なんですけども、まあ、王者のやつ、まあ、これはね、ボランチだけかなと思ったけど、トップ下でもランクアップ金徳としてね、発動するみたいなので、これ強いよねと。はい。王者のいいやつ、うん。トップ下、セントラルミッドフィルダー、ボランチ、センターバック。まあ、センターバックでもか。まあ、これは、後ろの選手でも、使えるキャラクターとなりそうなので、まあ、ちょっと期待しておきたいですね。ディフェンス、オフェンスの得意練習なんで、ワンチャン迎撃高校でも結構強いんじゃないのかなと。大号令取れるんで精神ね、吐けるのはありがたい。うん。これはちょっと使ってみたいところでございます。で、次、有本くん。空間の支配者。軽業師。で、クロスマシーンということになっておりまして、オフェンス2、パワー2、ごめんなさい。オフェンス2、パワー1、テクニック3という形となっております。まあ、現状、まあ、このキャラクター、うん。強いけど、ゴーダ君の方が欲しいね。明らかに。で、ゴーダ君ね、先ほど言い忘れましたが、ディフェンス3、テクニック3ということになってますので、ボランチ的には結構ありがたいですね。トップ下としては微妙かもしれませんが、確実にトップ下でも入ってくる選手だと思われます。はい、海保山高校の特攻効果としましては、エプロンのあゆ。で、全海保山のシナリオキャラクターのテンション状態が通常より長く継続。ライバル、ゴーダ。撃破時、ラブパワーが発生、デートイベント、気持ちミルフィーユ服の、5回目が発生した際にラブパワー発生、あと、MVP ゴーダ君は哲学マップでミッドフィルダーのチームメイトの、移動距離が少し伸びる、で有本君はディフェンスのチームメイトの移動距離がとても伸びるということになっております。まあおそらくですけどもね、堀場、桜場、この辺りがまた来るんだろうな。うん、期待して待っておきたいと思います。はい。で、次はテーブル見たいっすね。テーブルを見ていきましょう。どれぐらい強いか。テーブルなんですけど、まずはあゆちゃん。あゆちゃんのテーブルはね、正直どうだっていいところはある。ね、怪我率ダウン。そしてイベント発生率アップか。あ、いいね。ラブパワー継続率もアップなんだ。それ、今までなかったんじゃないかな。ラブパワー発生率アップはあったけど、継続率なんてあったっけ？でも、ラブパワーの発生率アップはないのかな？発生率はないかもしれません。うん、ちょっと変わったね。ちょっと変わった。まあ、ラブパワー発生しやすくなくても、まあまあまあ、使えるとは思うんで、あゆちゃん、しっかりと使っていきたいと思います。そして、ゴーダ君。はい、ゴーダ君の方は、コツイベント発生率アップ、いきなり 100% か、でかいな。で、練習効果アップ持ってて、試合経験点30で、得意練習頻度1、得意練習頻度1、で、ここで2されるんで、合計3、で、最終的に得意練習頻度は6までいきますね。で、練習効果アップも 30% プラスアルファあんのかな。
ないか。うん。まあ普通に詰め込めまくった選手となってますね。これ PSR 絶対欲しいですね。うん。あゆちゃんより欲しいかもしれません。はい、最後、有本くん。有本くんは、うん。まあ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 、しょうがないんだろうな。もうゴーダよりかは強くはできないからね。まあ、この固有がね、まず35しかないんで、ゴーダとはそこが違うところでございます。まあ、試合経験点ボナー50あるんで、まあ、海王山高校ね、もともと試合経験点ボナーすごいんで、まあ、ちょっとその辺どうなるか、また使ってみてやっていきたいですね。で、技術ボナーが大量にありますんで、技術結構もらえると。ね、オフェンスの得意練習はね、ちょっと予想外だったんですけど、これで技術稼げれば、ね、トップ下、ボランチでも使いやすいと思いますので、しっかりと使っていきましょう。はい。で、ガチャでございます。ガチャ。ガチャ、ガチャ、ガチャ。ガチャ。これですね。うん。ピックアップ PSR 確定が1枚のみですね。うわぁ、130連あるんだ。これきついな。で、80連目、90連目で SR50%、PSR50%。ワンチャン90連目ぐらいで PSR 全員揃わないかなって感じだな。で、PSR の選択チケットが4枚手に入ると。ほう。うん。まあ、確実に、アユとゴーダは50にできますね。で、有本くんがどれぐらい出てくれるかだね。有本、まあ、やるからには結構育てたいところはあるんで、有本次第かな。うん、SR は基本有本が出ていただきたくて、この辺の80目、90目。もう基本的に有本でいいと思ってます。はい。有本ひたすら当たって、どこまで解放できるか、まあやりたいですね。ちょっと130連は予想外でしたが、まあ引くんだろうな。はい、それ以外にゴールデンウィーク、新ランカップ金徳、狙い撃ちガチャが来ているのと、あとは、海王山高校の、うん、PSR1 枚確定のガチャが来ております。まあ桜は欲しいけど、ね。まあまあまあ、これは引かないんでしょうね、という感じでございます。あと、イベントとしましては、今、スタジアムポーカーが来ているのと、ゴールデンウィークサクセス祭りっていうのが来ております。まあ、こちらは、まあ、SP30 なんだ、20じゃないんだ。で、サクセスブーストが来ておりますので、これはね、いいやつ、世渡り、モテモテ、あとは、迫るとこも来るようになってます。まあ、迫るはね、途中でもらえるようになっておりますが、海王山高校と現役高校ね。うん。まあでも強いんで、まあしっかりとやっていきましょう。で、天才ももらえるのかな。で、駒の井歩夢。うん。これは、まあぼちぼち強いので、まあ今最前線かと言われると微妙だけど、まあまあまあ使えないことはないと思ってますんで、最近始められた方はしっかりとゲットしておきましょう。ボックスガチャでね、SR をもらえますんで、しっかりとサクセスこなしていれば、SR45 は簡単にできると思っております。はい、まあとりあえず今回はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつべた。